ちょっとお回りして、あの街の様子も見ていきましょう。なんか本当にあの人がいないですね。ね、なんか本当にあの非常事態宣言みたいな。本当そんな感じ。そういうのをちょっと思い浮かべるというか、まあ。まあ、だいぶね、出やすいっていうかね、ちょっと日常を取り戻したような夜の街だけど、今日はやっぱり大晦日なんで、ないですね。うん、逆にね、今歩いてる人たちってどっかにカウントダウンイベントに行ったりとか、そういう感じなのかな。そうですよね。ねえ。今ついてましたっけ？いや、多分時間じゃないかな。多分10時ぐらいかな。ちょっとイオンモールが来てる。あ、でもなんか普通のバーとかは、あー、やってるね、イエーイみたいな。ちょっとやっぱり風来るとね、ね、もなんかあのガールズバーはやってないね、さすがに。確かにそうですね。そこに立ってる人はなんかね、お店なんかな。お店じゃないですか ね。なんか持ってるよね。ちょっと通らせてもらいましょう。なんかちょっとバーみたいな。
酒屋ブランド。ああそうだね、なんかここからここで飲んで初詣みたいな。下でキャッチしたけ。居酒屋やってんよね、普通にやっぱ。僕らもなんか居酒屋はってみたいな感じで沈没したら、でも人とか来るんかな。いいですとかでみたいな誘ったりね。すっごいな、やってんや、やってんや。やってんや、あ、でも多いね。あ、多いとこは多いね。え、お、パトカなんかどっかみんな向かってる感じね。でなんか新しくできたらしくて、1時間無制限、食べ放題、飲み放題。すごいな、ものすごい。大人2000円。安いですね。焼肉じゃないこれはね。はい。練習A。練習 A。あ、まだオープンしてないんですか。うん。なんか雨が降ってきたような気がするんですか。なんか雨降ってきたような。ちょっと。そう、なんかね、雨降るっていうアメダスの情報で。多いね、やっぱ。多いですね。31日の。まあいろんな事情の人がいて、
ねえ、なんかドール2も閉まってる。すごいな、パトカー。そう、さっきのやつだよね。ですね。迎えしてるんですね。ね、なんかやっぱいろんな人がいるから年末は特に。大変ですね、まあ、あと消防とかもね、なんかいろいろ、あとは、ね、お餅を喉に詰まらしたとかいう人もいるかもしれないし、まあね、タイのめでたいのタイの骨に引っかかってみたいな、いや何かとやっぱ何かアクシンとかね起きやすいから、2024年あともうちょっとでもうね変わってしまいますね。